中南林業科技大学は中国湖南省庁指天新区に本部を置く中国の公立大学である。1963年に設置された。大学の略称は中南林林林課大。2019年9月時点では学校の面積は153.6万平方メートル、建築面積は113.33万平方メートル、生徒数約3万4人。 本科生2.6万4人、研究生4 0 0 4余人、教職員1581人、持城区工区、林香大橋、学院も、刑も、日本の大学の学部に、ほぼ相当する。学部は、学院と、刑の上の編成で、実態はなく、日本の、学部とは、位置づけが異なっている。病役がないので、そのまま記す。中南林業科技大学図書館。 蔵書数は全館合計で約277万冊中南林業鍵大学図書館大学関助中南林業鍵大学 http://www.csuft.edu.cn xxkk xxjj 201803 t2018032673844 html.abcd 歴史遠隔中南林業鍵大学 http://www.csuft.edu.can/.xxkk/.lsyg/. ありがとうございます。